ウッキ和カ昭和21年10月28日は、日本の思想家、政治学者、法学博士、早稲田大学高等師範部長、同志社へ学校最初の卒業生、熊本バンドの一人、軍人の石光茉莉石光寂臣兄弟はいとこにあたる。渡美の母は、土地原智貞の姉、千歳、松、五歳、五女は共に、下村光太郎の妹である。 長女、三沢は、原康三郎の妻、次女、恵美子の子は、若林隆義、三女、東子の子は、浮田勝美、外交官の浮田教授は老い、熊本藩の下級武士の三男として生まれる。幼名は、栗田亀夫。十一歳の時に、浮田生を名乗る。生火は、浮田秀家の末裔であると言い伝えられている。熊本洋学校で、l l j ンズの訓導を受け、 キリスト教に入信する。熊本洋学校が閉校になると、開校間もない同志社英学校に転じ DW ラーネットからの影響を受けた。なお、ウッキタは、同志社の初期卒業生の中で、新島城との関わりが、最も薄かったとされる。卒業後しばらくは牧師を務めたが短期間で辞め、日本最初のキリスト教雑誌、71雑報、国雑誌の編集に携わる。 その後、約11年間母校の教員を務め、同志社政法学校では、政治学、国家学、憲法講義などを担当する。明治30年、アメリカンボードと同志社の分離独立問題をめぐる、学内紛争により同志社を辞職。東京専門学校に移籍する。早稲田に移籍後は、山田一郎、高田さなえ、安倍総らと共に、早稲田政治学の基礎を形成。 また、総合雑誌、太陽の編集主管として活躍。当時の若者に大きな影響を与える。うちに立憲主義、外に帝国主義という倫理的帝国主義を標榜しており、後の民本主義につながる理論を最初に提唱したのは、浮ッキであるとされ、吉野作造の民本主義は、彼の理論を受け継いだものだと言われている。大隈重信のブレーンでもあった。 彼を表して、坪内逍遥は浮田を、早稲田の司法と呼んだ。浮田和民、浮田教授徳富祖法記念館、新編同士社の思想形上86から87ページ、京勝実、浮田和民の思想史的研究、倫理的帝国主義の形成、新編同士社の思想形上90から92ページ、新編同士社の思想形上92から93ページ、 宇北和民先生追加6編参委員会、宇田和民先生追加6996年、大空社をもとに作成。新編同士社の思想形上102ページ。ありがとうございます。